この廃墟で超おっかない心霊現象を撮影して一気にバズらせて超超超超人気配信者になっちゃうのだ。はあ、そんなにうまくいくのかしら。心霊系は好き。でも実際に来てみるとちょっと怖い。本当にお化け出てきたらどうしよう。どうしてどうしてこんなことに。それ以上近づいてこないで。やめて。二人ともどこ、ねえどこに行っちゃったの。置いてかないで、置いてかないでよ。あれ？私どうして。頭痛い。なんだかぼーっとして。え？何これ動けない。繋がれてる。え、どうして。嫌だ。なんでどうして。ダメ、全然動けない。どうしよう。なんでこんなことに。何が起きてるの。誰か助けて。誰かいないの。してほどかないと。考えるんだ私。よかった、ハサミがある。手に持てさえすればなんとかなるかも。
なんとか脱出できた。なんでこんなところに。ここどこ？そうだ、ひまチャンネルの撮影に来たんだった。みやびちゃんとアイナちゃんと一緒に。それでどうしたんだっけ。ダメ、頭が働かない。そうだ、二人はどこだろう。みやびちゃん、アイナちゃん。返事がないってことは、二人とも近くにいないの？どうしよう。なんだか怖くなってきちゃった。落ち着いて考えれば、きっとなんとかなるはず。落ち着け、私。きっとなんとかなる。冷静に考えれば解決するから。みやびちゃんとアイナちゃんともすぐ会える。みやびちゃんとアイナちゃんともすぐ会える。二人とも絶対に無事だから、まずは落ち着かなきゃ。落ち着いて思い出すの。だから、まずは落ち着かなきゃ。落ち着いて思い出すの。ここに来てから何があったのかを。それじゃあそろそろ始めよっか。オッケー、録画始めるね。よーい、スタート。こんにちは、こんにちは、こんひまり。ひまチャンネルを見てくれてありがとう。今日はなんとですね、やばいところに来ちゃってます。ひまチャンネル始まって以来のやばい撮影です。もう本当何かが起こりそうな雰囲気がすごくて、ほら鳥肌、見て見て、こんなになっちゃってる。もう絶対に何か起こるって。もしかしたら私たちも無事に帰れないかも。ひま先輩、すごく楽しそうなんだけど、もうちょっと怖がった方がよくない？あ、確かにそうかも。テンション間違っちゃったかな。後で編集よろしく。いや、テンションは編集で変えられぬ。あと語彙力ね。最低限、視聴者に何してるか分かるように話さないと。そうそう、それそれ、そういう的確なアドバイスが助かっちゃうんだよな。やっぱり頼りになるな、二人とも。それじゃあ気を取り直して、私たちが今いるのは戸貝塚ハッピーウェイ。もう何年も前に廃墟になったショッピングモールです。ここには訪れると神隠しに遭うっていう都市伝説があって、それを調べてほしいっていう匿名の DM をもらったので、みやびちゃんとアイナちゃん、そして私のいつもの3人で調査に来たというわけなんですね。というわけで例の挨拶よろしくね。え？例の挨拶って
まさかあれのこと？もちろん、この間みんなで考えたじゃん。ダウト、みんなじゃない、ヒマ先輩の独断。あれ？そうだっけ？でもほら、せっかく練習もしたんだからさ。何も今しなくてもいいでしょ。今日は今まで通りの普通の挨拶で。せっかく考えたのに。大丈夫、絶対にイケてるから、私が保証する。よかったね、ミヤ先輩。ヒマ先輩がクオリティを保証してくれるって。これで安心だね。愛な。あなたね。ミヤ先輩わかってるでしょ。これ、いつものパターン。はぁ、やらなければ先に進まないパターンよね。そう。いつものヒマ先輩の暴走モード突入。でも安心して、編集でカットするから。ナイスアイナ。必ずカットするのよ。何何？新挨拶の作戦会議？やっぱり二人とも結構乗り気じゃん。おお、ヒマ先輩のポジティブ勘違いが出た。でも都合がいいから放置。さ、ミヤ先輩。それじゃあ、仕方ないわね。ハロー、皆さん。ヒマチャンネルのブレーンこと、みやびよ。今回もブレブレーな企画にならないように、ブレーンの私が上手にブレーキをかけるわ。だから、ヒマチャンネルフレンズの皆さん、私のことを、フレー、フレーと応援、よろしくね。イェイイェイ！ぷぷ。アイナ、笑ってないで次はあなたの番よ。了解。心を殺してっと。ヒマチャンネルの愛嬌担当、愛くるしい笑顔で愛を振りまく。みんな会いたかった？私はもちろん会いたかった。今日もたくさんの面白いことと出会いたい。視聴者さんにも届け、この愛。アイナちゃんです。ふっふー！ふっふーじゃないのよ！まったく、恥ずかしったらないわ！絶対にカットする。というか、データごと消す。完全にこの世から抹消。はい！というわけで、この愉快ないつもの三人でお送りします。果たしてこの恐ろしい廃墟で私たちの身に何が起きてしまうのか。チャンネルはそのままステイチューン。一通り回ったけれど何も起きないわね。うん、お化けどころかネズミの一匹も出てこない。なんで？絶対におかしいよ。お化けが出る雰囲気だけってこと？匂わせはずるい。ずるいって言ったって、出ないもんは出ないんだから、そろそろ諦めて帰った方がいいんじゃない？ダメだよ。だってまだ全然取れ高がないし。ヒマ先輩が何でもない落書きとかにわざとらしくワーキャーしてる姿は撮影できた。だから面白動画にはできるかも。そんなの想定してた動画じゃないもん。ヒマチャンネルの登録者数伸び悩んでるよね。1000人を超えてからなかなか増えてくれない。閲覧数だって最近は下がってきてる。だから起死回生の何かが必要なんだよ。
でもやっぱり不安よ。どう考えても危険だもの。少しくらい危なくても視聴者のみんなを喜ばせたいって思わない？リアルを求める視聴者のためにも多少は本物の危険を犯さないとね。そうは言ってもね、無茶をして怪我でもしたら取り返しがつかないし。そうそう、残念だけど現実には回復魔法も蘇生魔法もないから。私はたくさんの人に認めてもらいたい。仕方ない、こうなったらやるしかないね。やるって何を？アイナちゃん、ちょっとそこの影に隠れて、おどろおどろしい声を出してくれる？うわ、やらせだ。ドン引き。やらせじゃない、演出だもん。退屈な現実にちょっとしたスパイスを加えるだけ。やらせね。うん、バレて炎上して3人で謝罪動画撮影するまで見えた。どうしよう、黒いスーツ持ってない。だってこのまま何にも起きないでつまらない動画になっちゃったら意味ないじゃん。せっかくこんな場所まで来たんだし、少しくらい演出したって。ひまり、暴走してるわよ。視聴者さんを騙すのは良くないって分かってるでしょ。それは、あなたが憧れてる7チャンネルの人たちだってそんなことしてないでしょ。やらせをするなんてひまりらしくない。そうだよね、ごめん、道を踏み外しちゃうところだった。おお、謝罪動画回避ルート入った。ありがとう、みやびちゃん、おかげで闇落ちを回避できたよ。はい、感謝のチュー。やめなさいって、撮影中だってこと忘れたの？まあでも廃墟探索の感じは取れたかな。お化けよりはインパクト薄いかもだけど、それなりに面白い動画になればいいなね、アイナちゃん。アイナちゃん？どうしたの、アイナ？無理。え？ヒマ先輩、私ドッキリ苦手だから、お願いやめてね。やめてって言われても何を？アイナ、大変、あなた顔色が真っ青よ。ダメダメだって、本当にやめて、お願い、ヒマ先輩。どうしたっていうの、アイナちゃん、私本当に何もしてないよ。大変、アイナ、ほら落ち着いて、深呼吸できる？こっちに来る。いや、いや、ひまり、一体何をしたの？本当に何もしてないって。アイナちゃん、何のことを言ってるの？嘘、ドッキリじゃないの？嘘だよ、そんなはずない。だって、どういうことなの？アイナちゃん、ちゃんと教えて。だってそれじゃ、あ
れ何？思い出した。私たち変な着ぐるみに襲われて、どうしよう、まさかここに人が住んでたなんて。しかも着ぐるみを着て襲ってくるとか、そんなの普通じゃないよ。ごめん、みやびちゃん、あいなちゃん、私がこんなところに来ようって言ったから二人は乗り気じゃなかったのに、ごめん、ごめんね。どうか二人とも無事でいて。あれ、でもここどこなんだろう。撮影の時に一通り歩いたんだけど、見覚えがない。え、どうしてこんなところあったかな。ううん、気のせいだよね。とにかく壁伝いに歩けば出口が見つかるはず。あの着ぐるみの人に見つからないようにここを出ればいいだけ。大丈夫、私ならできる。できるよ、私。そうだ、スマホで連絡を取ればいいんだ。いいぞ、私頭が冴えてきてる。あれ？ない。嘘、どこにもない。どこかで落としちゃったのかな。もしかしたら、あの着ぐるみの人に取られちゃったのかも。これじゃあ二人を探すことなんて。ダメ。弱気は禁物だよ、私。スマホがなくても必ず二人と会える。よし。待っててね、みやびちゃん、あいなちゃん。出てみようかな。
もしかしたら二人がいろんなお店に電話をかけてるのかも。もしもし。やっぱりおかしい。気のせいなんかじゃない。この廃墟は一通り回ったはずなのに、こんなとこ知らない。なんで？どういうことなの？最初に入ってきた時と構造自体が変わってる。そんなことありえないのに。でも全然様子も違うし、わからない。私の頭がおかしくなっちゃったの？とにかく今は二人を探すことに集中しなきゃ。そして早くこんなところは出て。あ、よかった、私のスマホ。これで二人とも連絡が取れ。なんで、どうして圏外なの？よかった、私のスマホ。こんなところに落ちてたんだ。さっきまでは普通に電波入ってたのに、なんで通じなくなってるの？そんな、やっと二人に会えると思ったのに。くるみの人だ。私を探してる。どうしよう、早く逃げなきゃ。あそこにトイレがある。物音を立てないようにそーっと。お願いだからこっちに気づかないで。よし、ここに隠れてれば。私何してるんだろう。ここじゃ逃げ道がない。バカ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 。焦りは禁物だって分かってたのに。どうしよう、ここから出た方がいいのかな。でも出た瞬間に見つかっちゃうかもしれないし。とにかく個室に隠れよう。
お願いだから静かにして。やだ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 、こんなところで死にたくない。私まだやりたいこともたくさんある。なりたかった自分にもなってない。こんなところで殺されたくない。お願い、どうか早くどこかに行って。腰が抜けちゃってる気がする。外にもいないよね。あ、安心してる場合じゃないよね。今のうちにここを出ないと。よし、勇気を出すんだ私。よりにもよって逃げ場のないトイレに逃げ込んだ時はこっちの心臓が止まるかと思ったわ。え？なんで知ってるの？これ。ライブ配信？そう、なぜかはわからないけれど、県外なのにライブ配信だけはできるみたいなの。録画もきちんとされてるみたい。ひま先輩のスマホもずっと配信中だった。それで全部見れてた。つまりお互いの様子が常にわかるってこと。だからこのスマホが私たちの生命線よ。絶対に配信を切ったりしないこと、わかった？
分かったけど、でもやっぱりおかしいよ。なんで圏外なのに。そうね、スマホのことだけじゃない、本当におかしなことだらけよ。廃墟の様子も入った時と違ってるし、変な着ぐるみにも襲われるし、常識じゃ考えられないことばかり。あの着ぐるみの人、私たちを殺そうとしてるのかな。わからないわ。でも普通じゃないわよ、あんなの。捕まったら何をされるか。ごめんなさい、アイナ。怖がらせるつもりはなかったんだけど。とにかく、今は余計なことを考えてる場合じゃないわ。ここから逃げることに集中しなきゃ。そうだよね。それじゃあ、どうしよっか。とりあえずお互いの状況を確認してみる。そうね。どこにいるか把握できればいいのだけれど。あ、壁に表示板がある。私がいるところはこの建物の1階みたい。こっちにもあった。私は2階。私は3階。はあ、綺麗に分断されているわね。あ、これ見て。ここの案内板にアプリの情報が載ってる。このショッピングモールの地図がダウンロードできるみたい。それはここが廃墟になる前のものでしょ。今ダウンロードできるとは思えないわ。それにここ圏外だし、ライブ配信以外のことできないはず。まあダメ元で試してみようよ。これを読み込めば。あ、できた。嘘でしょ。どうして。私のスマホにもアプリがダウンロードされてる。私のスマホにも。ねえ、このアプリ見て。全体の地図が見れるんだけど、変だよ。私たちが最初に回った時と全然違う。構造がまるで違うよ。さっきまでなかった店舗まであるわ。気味が悪い。とにかく便利なのは間違いないから、利用できるものは利用していこうよ。そうね。早く合流したい。私、一人ぼっちは嫌。それなんだけどさ、ちょっとすぐには無理かも。
向こうに階段があるのは見えるんだけど、シャッターが降りてて行けないんだよね。こっちも同じよ。シャッターが降りてて階段にはたどり着けない。私のとこも。でも落ち込まないで。じゃじゃーん、なんとここで嬉しい報告があります。もしかしたらどうにかできるかも。どういうこと？こっちの壁にね、制御盤っぽいのがあるの。しかも階段前シャッター制御全フロア対応って書いてある。これってつまりここからみんなのシャッターを開けられるってことだよね。ナイスよひまり、早速試してみて。ここで残念な報告があります。壊して開ければいい。ここで残念な報告があります。ごめん、鍵がかかってる。それだ、私直すのは下手だけど壊すのは得意。ダメ、中の機械まで壊れたら大変よ。制御盤を開けるための鍵をみんなで探しましょう。必ずどこかにあるはずよ。うん、それしかないよね。一人ぼっちで動くの怖いけど頑張る。大丈夫、お互いの状況はライブ配信で確認できるから。一人ぼっちじゃないよ、みんなで助け合おう。助け合う？本当？もちろん、何があっても必ず助けるから約束。うん。クエスト目標、制御盤の鍵の発見、報酬はみんなとの合流、開始します。よーし、始めるよ。を見てくれてありがとう。今日は全国のコンビニで新発売されたこのとろーりもちもちエクレアを食レポしちゃいたいと思います。では早速。死んでる。トロトロでもちもちなのは分かったわ。でもトロトロでもちもちなことしか分からない。だっ
ちもちなんだもん。それは商品名にも書いてあるから。もっと食べたからこそ伝えられるものが欲しい。え、言っていい？そんなの美味しいってこと以外になくない？その美味しいという感想をひまり独自の切り口で見ている人に伝えなくちゃダメなのよ。そんなこと言われても、美味しいは美味しいんだもん。どうしたの、アイナちゃん、大丈夫？大丈夫じゃない。これってよくわからないけど、電化製品でしょ？ここは電気屋のようね。大丈夫じゃない。これを見て。ただの電化製品じゃない。古の時代に重宝された伝説の品々。例えばほら、これを見て。あ、これはなんとなくわかるよ。音楽を聴くプレイヤーだよね。いいな、ただのプレイヤーじゃない。上部を見て。 CD が3枚入れられるようになってる。本当だ。でもどうして？ディスクチェンジボタンを押せば、それだけで再生できる CD が入れ替わる。つまり3枚までならお気に入りの CD をいちいち取り出さなくてもいいということ。今の時代の方がはるかに便利ね。スマホならタッチするだけで聞けるし。ふっ、なら前面を見て。このプレイヤーはカセットテープも聞ける。カセットテープ？ CD 以前のオーディオ用磁気記録媒体。まさか知らぬ者がいるとは。嘆かわしい。ああ、それになんて欲張りなの。このプレイヤー MD まで聞けるようになってる。MD って CD とは違う感じ？違う。大きさがミニ、手のひらに収まる。ハムスターより小さいのにハムスターと同じくらい可愛い。CD ほどメジャーじゃないけど、今でも販売してる。忘れないようにメモしておいて。よくわからないわね。完全にアイナちゃんの領域だね。くぅ、なんて素敵なプレイヤーなんだろう。まさに人間の欲望を煮詰めて結晶化したような純粋で悪魔的で完璧な製品。アイナちゃんが楽しそうでよかったな。このお店は天国。私、ここでなら一生語り続けられる。アイナちゃん、ここから脱出しようとしてることは忘れないでね。
なんか紙が入ってた。電気工事の案内のようね。ん？裏になんか書かれてる。なんだろうこれ。何かの暗号かな。なんか赤と緑と青のものってあったっけ。なんで赤と青と緑？パソコンの画像編集とかで赤をレッドの R、 緑をグリーンの G、 青をブルーの B で表すの。なるほどね。赤、青、緑のものを探せばいいのね。なんか赤い線拾った。何かの配線かしら。とりあえず持っておこうか。何かつなげれそうなとこあったら使おう。あ、お、バリカンがあった。何か使えないかな。例えばあの着ぐるみの毛を剃るとか。そんなことして何になるのよ。とりあえず持っておく。水晶玉が落ちてますわ。大きいね。占い師が使うやつみたい。とりあえず持っておこうか、みやびちゃん。でもこれトイレに落ちてたものよ。みや先輩、手段を選んでる場合じゃないよ。わかったわよ、もう。
かしら。本当だ、テーブルもたくさんある。ファミレスだったのかも。ひまり？あ、ごめんごめん、なんかちょっといろいろと思い出しちゃって。何を思い出したの？本当大したことないことだよ。ただ昔は家族でよくこういうファミレスに行ったなって。私はいつも目玉焼きが乗っかってるハンバーグを頼んで、お母さんの唐揚げと分け合ってさ、最後に決まってチョコレートパフェも頼むんだけど、いつも食べきれずにお父さんに食べてもらって。そんなことを思い出してたら少しだけホームシックになっちゃった。家族会いたいよね。私が家族とよく行ってたファミレスは、お会計の時子供におもちゃをプレゼントしてくれた。水鉄砲とかプラスチックでできたミニカーとか、どれも大したことないおもちゃだったけど、なかなか選べなくて迷ってたら、お父さんに早くしなさいとか言われて、焦って選んだおもちゃが謎の小さいだるま落としだったり。なんか楽しかったな。いいわね、家族との楽しい思い出があって。みやびちゃんはどう？ファミレスではどんな料理が好き？私はファミレスに行ったことがないわ。おお、さすがお金持ちの家の子。行くならもっと本格的なレストランとかだ。そうね、間違ってはいないわ。ただ家族と一緒に行ったことはないわ。お付きの者と私だけ。高級な料理を独り占めってこと？いいなぁ、羨ましすぎるよ。そうかしら。でもね、羨ましいのはこっちよ。だって私には家族で楽しく一緒に食事をする、そんな思い出は一切ないもの。ミヤ先輩？なんでもないわ。先輩、どうしたの？どうしたって、あなたたち見えてないの？見えてないって何が？欲しい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 、でもどれだけ願っても手に入らない。どうしてこんなに私を苦しめるの？お母様、苦しい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 。このままではまた私はどうにかなってしまう。あの時みたいに。ミヤ先輩、顔色が悪いけど。
丈夫。私は正気よ。大丈夫。こんなことで参ったりしない。大丈夫。さあ、探索を続けましょう。あ、モニターがあるよ。なんか普通のに比べて大きいけど。分厚いのね。何か変な差し込み口もついているわ。これ、昔のブラウン管テレビ。今のペラペラのテレビより安定感があって好き。ああ、好き。こう、絵も言われぬ圧があるよね。我ここにあり、この場所は決して譲らん。みたいな西洋の武骨な老騎士を感じさせるというか。ちょっとわかんない。はぁ！何よ！どうしたって言うの？これテレビじゃない。テレビデオだ。テレビデオ？そう、これは普通のテレビじゃない。ビデオテープが再生できる機能を兼ね備えたテレビデオ。大昔の男子たちはこれが喉から手が出るほど欲しかったと聞く。でも当時は高価でなかなか入手できなくて、人知れず布団を涙で濡らした男子がたくさんいたって。だからこそ数々の困難を乗り越え、この製品を入手した男子は周囲の人々から英雄と褒めたたえられたとか。そして夜な夜なこの英雄の部屋に男子が集まり、素晴らしい作品の数々の鑑賞会が開かれたと聞いてる。なんだかよくわからないよ。何にせよ今の時代には不要なものね。テレビも録画もスマホとかで見れるもの。テレビとかを見るためだけにこれだけのスペースを占拠されちゃうのもちょっとね。はあ、このロマンがわからぬとは嘆かわしい。これは何の機械なのかしら。アイナは何か知ってる？悔しいけど知らない。部屋用のプラネタリウムとか。見た目はボールだよね。そのまま投げて遊ぶのかも。あ、それかお風呂に浮かべたりとか。そうだとしたら洋食屋に置いてあるのは不自然よね。振ったら胡椒とか出てこない？それかソース、調味料入れってこと？わざわざこんな使いづらい形にしないでしょ。あ、なんか文字が書いてあるよ。占いだって。占いの機械ってことなのかしら。義木、古代の中国から伝わる占いの一つ。亀の甲羅に熱を加えてできるひび割れで吉凶を占う。そのボールにも熱を加えるのかも。そんな手間がかかるものを置いておくわけないでしょ。じゃあ手軽におみくじとか。そもそもなんで洋食屋さんに占いの機械があるの？関連性ゼロ。それはほら、みんなで楽しく食事してると占いがしたくなるかな。占い好きだけどそんな気分になったことない。うん、不思議。どうする？適当に触ってみる？それで壊しちゃうのも嫌よ。とりあえずは他を調べてみましょう。あら、何かしらこれは。小さくて可愛らしい銀製の小物がテーブルの上に置いてあるわ。それ呼び鈴じゃない？呼び鈴？これが？
店員さんを呼ぶときに使うやつ。ミヤ先輩、初めて見た感じ？そうね。ファミリーレストランには馴染みがないから。私が通っていたレストランでは、目を合わせただけでウェイターが来てくれたわ。くっ、ナチュラルな上流階級マウント。それを押すとね、チンチンって音が鳴って店員さんが来てくれるんだよ。少し興味があるわね。押してみようかしら。おお、これはなかなか面白いわね。ミヤ先輩、気に入ったみたい。でもそんなにたくさん押したら店員さん困っちゃうよ。ここ廃墟だし、店員さんは来ないでしょ。待って、そんなに派手に音を鳴らしてたら、来るのは店員さんじゃなくてこれ癖になるわね。みやびちゃん、そこから逃げて、早く。何か落ちてるわ。さっきもあったかしら。それ何？これは知ってるわ。防犯ブザーよ。防犯ブザーって大きい音が出るやつだよね。へえ、実物は初めて見たかも。私は馴染みがあるわ。私の同級生はセレブが多かったから、みんな親に持たされてたの。そうなんだ。私なんて使い方もわからないよ簡単よ。子供でも扱えるように設計されてるんだから。見ていなさい。今実演してあげるわ。確かここを引っ張ると。うわー、みやびちゃんストップ！そんなの鳴らしちゃったら、またあの着ぐるみがそこに来るよ。自分の居場所をノリノリで知らせてどうする。本当ね、どうかしてたわ私。でもそれ持ってた方がいいかも。何かに使えそうな気がしない？うん、陽動とかにいいかも。そうね、取っておくわ。
戸貝塚の特産品コーナーって書いてあるわ。ここはお土産を売ってたお店みたいね。なんか絶妙に可愛くないキャラクターの商品がたくさん並んでるけど、あれだよきっと、ご当地キャラクター。戸貝塚のトガちゃんとかそんな感じ。ああ、ご当地キャラクターってどこにでもいるもんね。キャラクターが書かれたキーホルダーにペナント、タオル、 T シャツ、お菓子に漬物まであったみたい。なんというか統一性はないけれど、押してますっていう気合だけは伝わってくるね。お、このぬいぐるみだけ他とは違うわね。本当だ、これって豚のぬいぐるみ？何それ、かわいい。うん、かわいいよね。パッと見はかわいい、でもなんか嫌な感じもする。そうね、不気味というか怖い気がするわ。どうしてかしら。うわ、なんか急に想像しちゃった。ナタを持ったこの豚さんに廃墟でどこまでも追いかけられる姿を。怖がらせるようなこと言わないで。ひま先輩、時と場所を考えて。ごめんごめん、なんでかわからないけど急に頭に浮かんじゃって。さあ気を取り直して探索を続けよう。レッツゴー。想像力が豊かなのも考えものね。先輩ストップ。な、何よアイナ、いきなり大声を出さないでびっくりするじゃない。アイナちゃんどうしたの。そこ、そこをよく見せて、重要なものを見逃してる。これのこと？見慣れない機械ね。これの何が重要なの？それは、カード出る100。すごい、実物を見たのは初めて。何何？これの何がそんなにすごいの？古の文献によると、昔スーパーとかによく置いてあったみたい。当時の子供たちは100円玉を握りしめて、カード出る100の前に長蛇の列を作ったそうな。つまり何の機械なのよ。100円を入れるとキャラクターカードが出る。子供のおもちゃってことね。真剣に聞いた私がバカだったわ。宮先輩伏せて。な、今度は何？まさか罠でもあるの？床に目を光らせて、台の下とか、100円玉落ちてるかも。100円玉探して、カード出る100やろ。私、キラカードが欲しい。
私が床に這ってお金を探すとでも？そんなはしたない真似は絶対にしないわよ。あと、アイナは合流したらお仕置きね。私を驚かせた罪の重さ、その身をもって知りなさい。大丈夫。これ、動く気配がないわ。等身大の人形みたいね。驚いて損したわ。よかった。この着ぐるみ、やっぱり不気味。そうね。なんとも言えない雰囲気があるわ。恐怖心を抱かずにはいられないような。でも、今こうして眺めていると、恐怖よりも怒りと憎しみが湧いてくるわね。散々、私たちを追いかけ回して、こんな奴に怯えるなんて、屈辱よ。えい！みやびちゃん？何してるの？成敗に決まっているでしょ。今までの恨みをここで晴らさせてもらうわ。てうわ、動かない人形だからって好き勝手してる。でも確かにすっきりするかも。みやびちゃん、もっとやっちゃえ。この子な、着ぐるみの分際で私たちを追いかけ回して。着ぐるみなら着ぐるみらしく、愛想でも振りまいておとなしくしてなさい。二度と私たちに歯向かわないで。出ないとこうよ。こう、出る。これで思い知ったでしょ。私たちを怒らせない方がいいって。こんなに激しいミヤ先輩、初めて見たかも。いろいろと溜まってたんだよ。散々な目に遭い続けてきたからね。はぁ、すっきりした。もし本物が出てきても、今度は同じ目に合わせてあげるわ。いや、さすがにそれは無理だから、無茶しないで。わかってるわ。さて、探索を続け。動き出した！やっぱりそれ本物だったんだよ！ミヤ先輩、逃げて！どうしよう。どんどん不審者みたいに近づいてくる。早く何とかしないと。ミヤビちゃんが危ない！どうしよう。早く何とかしないと。こんなものしかないわ。何もしないよりマシだよ。鳴らしてみよう。わかったわ。お願い。
着ぐるみが逃げていったわ。よかった。ひとまず助かったみたいね。はあ。でもなんで逃げてったの？防犯ブザーのおかげ？そうね、明らかにブザーの音に反応してたわ。大きい音が苦手とか？わからないけど、ミヤ先輩が無事でよかった。あれ？こんなところに何か落ちてるわ。さっきまでなかった気がするけれど、あの着ぐるみが落としていったのかしら。メモ用紙？何か書いてあるね。ええ、走り書きのような粗い文字で、ところどころ判別ができないけれど、読めるところを読んでみるわね。憎い。私を認めない全ての者たちが憎い。なぜ私の才を認めないのか。どれだけ作品を作り続けても、誰も私を、私の存在を認めようとしない。私は凡人とは違う。私は特別なのだ。なのに、憎い。あの女も憎い。私の元を去ったあの愚かな女も。だが、いい。今だけ。私が傑作を作れば、奴らの態度も変わる。最後には必ず、すべての者が私を認めることになる。その時に後悔すればいい。私を認めなかった者たちを、私は許しはしない。詳しい内容はわからないけど、深い恨みだけは伝わってくるね。うん、聞いてるだけで気分が悪くなってきた。これ、あの着ぐるみが書いたってことなのかしら。どうなんだろう。人間が書いた文章のような気がするけど。今は考えても仕方がなさそうね。探索を続けましょう。うん、気をつけてね、みやびちゃん、アイナちゃん。続けて3つ目、どんどんいっちゃうよって4つ目。はい、はーい、はーいっと。
ナナちゃん、本当にこれ面白いかな。提案したの誰でしたっけ？皿に置かれた小豆を30秒間で誰が一番多く写せるか、企画の立案者はミオだったよね。そうなんだけど、思ってたのとちょっと違うかなって。やっぱ絵が地味なんだよ。もっと面白い動きでやってみれば。あずさ、そういうの簡単に言ってくれちゃうよね。面白い動きってこう、どうしよう、心が折れそうなんだけど。それじゃあ次はミオがやってみて。企画立案者自ら面白くね。パスなんていう制度はありませんけど。よし、ところにドライバーがある。何かネジで止められてるものあったっけ？とりあえず持っておきましょうか。ここは洋服屋さんみたい。最近は洋服もネットで買えちゃうから実際にお店に行く機会は減ったな。私はもともとお店が苦手だったから助かる。店員さんを気にせずに服をちゃんと見れるし。ああ、話しかけられるとなんか緊張しちゃうもんね。うん、インドア派にあれは辛い。そういえば昔はさ、お母さんが変なシャツを買ってきたりして困ったよね。わかる。意味のない英語がデカデカと書かれた T シャツとか、似合うと思って買ってきたとか言われて、善意の行動だから余計に困った。そうそう、そういうのもネットで買い物しだしてからなくなったよね。うん、一緒にサイトを見てから買えるしね。なんかちょっとだけ寂しい気もするね。みやびちゃんはそう思わない？私はそのお母様とショッピングしたことも服をプレゼントされたこともないの。そうなんだ。ええ、お母様は私のことなど気に。今先輩、ミヤ先輩のお家はお金持ち。洋服とかも自分たちで買わない。スタイリストとかが買ってきてくれるんだよ、多分。そういうことだ！いいなぁ、羨ましい。そう、そうね。私の家は裕福だから、一般的な家庭とは少し違うかもしれないわ。だったら私、今度変なシャツをプレゼントするよ。みやびちゃんにも、あの何とも言えない感じを経験させてあげる。何それ、ちょっと楽しそう。
わざわざ変なものを選ぶ気なの？いくらプレゼントとはいえ、着るのは抵抗があるわね。でも、ありがとう。気持ちだけ受け取っておくわ。何これ、鉄の板がネジで止められてる。プラスドライバーがあれば外せそうね。外れた！ひま先輩、何かあった？なんか穴と星のマークとハートマークがある。そのマークに関係あるものって何かあったかしら？ひま先輩、穴覗けない？わかった、見てみるね。場所的に向こうはスタッフルームかな。下着を着たマネキンが見える。ちょっと不気味、変なポーズしてるし。変なポーズ？少し気になるわね。どんなポーズ？スマホのカメラを通して見せたいんだけど、うまくいくかな。ダメそうだったらひま先輩がマネキンと同じポーズをしてくれればいい。ああ、その方がわかりやすいわね。ということでお願い、ひまり。え、私が？なんか少し恥ずかしいな。ここを出るためのヒントかもしれない。恥ずかしいなんて言ってる場合じゃないわよね。うん、そうだよね。わかった、やってみる。こんな感じ。あ、アイナちゃん、それにみやびちゃんも今笑ったでしょ。聞こえたんだから。ひどいよ、こっちは恥ずかしいの我慢してやったっていうのに。ごめんなさい、ひまり。でもおかげでよくわかったわ。うんうん、このポーズは重要なヒントに違いない。ひま先輩、グッジョブ。もう恥ずかしすぎるよ。
ここ占いのお店だって。確かに不思議な雰囲気。ほらタロットカードとかがある。怪しいものばかり並んでるわね。ひま先輩、占ってみればいい。え？でもやり方がわからないよ。私占い好きだから知ってる。だから教えてあげる。本当？じゃあやってみようかな。やめておきなさい、時間の無駄よ。ミヤ先輩は占い信じてない？ええ、誰かに自分の運命を決められるのは好きじゃないわ。分かってない。占いはそういうものじゃない。運命を決めてもらうんじゃなくて、あくまで人生の助言をもらうもの。どっちでも同じじゃない。見ず知らずの人の適当な助言なんて聞く気はないわ。でもさ、テレビとかでやってるとつい見ちゃうんだよね。自分の運勢は今日どんなんだろうって。結果によってはその日の気分も変わったりするし。それこそ無駄の極みね。占いなんかで一日を台無しにされたらたまったものじゃないわ。もう占いもいいところたくさんあるのに。私も毎日今日の運勢をチェックしてる。結果が良い日は何もなくても気分が上がる。逆に結果が悪い日は良くないことが起きないように注意して行動できる。そう。ならアイナの今日の運勢はどうだったのよ。はあ、今日の私の運勢、最高だった。いいことばかりで、今年最高の一日になるって。どこが。不気味な廃墟で着ぐるみに追いかけられてるけど、どこが最高の一日なのかしら。あははは、占いも外れることあるしね。私、もう二度と占い信じられないかも。なんだろうここ。ここで向かい合って占い師の人に相談するの。へえ、そうなんだ。
ここシャッターに隙間がある。そうだ、もしかしたらここ使えるかも。どういうこと？みやびちゃんとアイナちゃんが上から物を落としてくれたら、私ここで拾えるんじゃないかな。おお、アイテムの受け渡しがアンロックされた。ゲームだったらかなり重要。早速試してみよう。とりあえずこの辺にある瓦礫を下に。やめておきなさい。落とした時の音で着ぐるみに気づかれるかもしれないわ。そうだね、必要な時にだけやることにしよう。ここがこのショッピングモールの入り口のはずなんだけど。ごめん、シャッターが閉まってて出れそうにない。もっとよく見て、ひまり、本当に出れそうにない？ほら、シャッターを開くためのスイッチみたいなものはどこかに見当たらない？ごめん、なさそう。もしかしたら瓦礫で埋まってるのかも。そう、そこから外に出るのは無理ってことね。ひま先輩のせいじゃない。だからそんなに落ち込まないで。大変、顔が真っ青じゃない。近くにね、大きな絵が飾ってあるんだけど。おかしいよ、なんでこんなものが。絶対におかしい。おかしい？私たちにも見えるようにカメラを向けてくれる？私たちと同じ服装。どういうことよ。この絵に描かれているのは私たちということ？なんでそんな絵が。おかしいよ。変だよね。まるで未来の私たちの姿を暗示してるみたいで。変なこと言わないでよ、ひまり。そんなわけないわ。こんなのが私たちの未来なんて。そうだよね、ごめん。なぜだかわからないけど、そんな気がしちゃって。もうやだ、こんな未来が待ってるならいくら頑張っても無駄。それならいっそのこと諦めて楽になっちゃった方が。私それでいいかも。だってみんなと一緒だし、一人ぼっちじゃない。それだけで私はいい。目を覚ましなさい、アイナ。こんなのがハッピーなわけないでしょ。そうだよ、アイナちゃん、それこそあの着ぐるみの思うツボだよ。ごめんね、私が変なこと言ったからだ。本当にごめん。ひまり、そんなとこ早く去りなさい。どうせここにはもう用はないんだし。そうだね、ここを出るために探索を続けないと。帰れるよね、私たち。帰れる、帰れるに決まってる。こんな絵の通りになんてならない。
それじゃあこの水晶玉を落とすわね。ひまり、ちゃんと受け取るのよ。オッケー、任せといてよ。待って、宮先輩、ひま先輩、本当に下に落とすの？うまくキャッチできなかったら絶対に割れちゃうって。そう？見た目よりも頑丈そうに見えるけど。私もキャッチできる自信あるけどな。先輩たち、その自信どこから来るの？この水晶玉は私が持ってても意味がないもの。自信があろうがなかろうが落として渡すしかないでしょ。それはそうなんだけど、さすがに水晶玉って割れ物注意だし。大丈夫大丈夫、きっと割れないって。多分、絶対に。多分なのか絶対なのかはっきりして。時間をかけて安全に渡す方法を探せればいいけど、私たちにそんな余裕はないでしょ。なら多少の賭けは仕方がないわ。ああ、不安。信じて、アイナちゃん。私キャッチしてみせるから。それじゃあ落とすわよ。ああ、私言ったよ。落としたら割れるって言った。先輩たち、私の話は聞かないから。こんなの分かりきってたのに。大丈夫よ。割れてるって言っても少しだけよね。うん、ひび割れたってくらいのレベルかも。現実を見て、完全に割れてるから。おかしいわね。私は完璧なタイミングで優しく落としたのに。ちょっと待ってよ、みやびちゃん。その言い方じゃ私が悪いみたいじゃん。そんなことは言ってないわ。でも私の手元にあった時は割れてなかったし。落とす前なんだから割れてないの当たり前でしょ。みやびちゃんずるい。私に責任をなすりつけようとしてる。見損なわないで。私はただ事実を言ってるだけよ。私が持っていた時は割れていなかった。でもひまりの手に渡った時は割れていると。何度も言わなくていいって。というか、もっと安全な落とし方だってあったでしょ。何かに包んで落とすとか。何かって何よ。梱包材でも見つけてこいってこと？例えばみやびちゃんが着てる服を使ったりとか。いやよ、ただでさえここは寒いのに私に風邪をひけっていうの？それに服なんかで包んでも割れるのを防ぐのは無理よ。それくらいもわからないの？アイナちゃん、何かおかしかった？うん、なんかほっとしたかも。
先輩たちの普段のやりとりが見れて。本当に仲がいいよね、ひま先輩とみや先輩。ごめんなさい、ひまり。それにアイナも。確かにもう少し考えてから行動に移せばよかったわ。水晶玉が割れてしまったのは私の責任。違うよ、悪いのは私。私がちゃんとキャッチできなかったからだよ。ごめんね、みやびちゃん、アイナちゃん。水晶玉が割れてしまったのは私の責任。本当にごめんなさい。うんうん、2人とも謝れて偉い偉い。それじゃあ気を取り直して探索を続けようね。